話で美しい伊良湖岬。近頃この一帯に怪現象が頻繁と起こっているとの情報をキャッチした地球防衛軍では、ハイドランジャーで海底を捜索する一方、ウルトラ警備隊のダン、古橋、アンヌの3隊員を現地に派遣、その原因を追求することになったのである。後を頼んだぞ。了解。あ、来たわ。よし。ランジャーがやられたぞ。え？やはりその一帯には敵の基地があると見なければならん。尾行している女の様子はどうか。今のところ別に。でも水中汚染でどっからともなく現れることや、我々の関心を引こうとする点など、どうもただの女じゃなさそうですね。一刻も早く正体をつかむんだ。我々も直ちにそちらへ急行する。了解。ハイドランジャーがやられたぞ。え、ダン、これ忘れてったわ。ん、見ろよ、ハイドランジャーがやられた時間で止まっている。あの女を探すんだ。はい。フラッシャーにて本部へ連絡を。はい。
ようこそセブン。ミイラ取りがミイラ、まんまと罠にかかったわね。罠？ここは海底にある我らサロメ星人の海底工場。工場？あなたは私たちが作ってるものを知りたくて来たのでしょ。見せてあげるわ。ことにあなたにはぜひにでも見てもらいたい。こんなものを作ってどうしようぜんだ。敵の超人ウルトラセブン、セブンは我らの味方にできたら。セブンは地球人の味方だ。それがもうすぐ地球人の敵になるわ。地球上のあらゆるものを破壊するウルトラセブン、正義の味方が悪魔の代名詞になるのよ。地球人はセブンが侵略者になったと思うだろうな。ここでお前に頼みがある。我らがセブンは完成間近だが、一つだけ足りないものがある。ウルトラビームだ。ビームの秘密を知りたい。ビームだ。我らがセブンは我がサロメ製の科学を結集して作り上げたものだ。完成すれば天下無敵。我らの計算では本物のセブンでも倒せる。ダン、ダン、ウルトラビームで秘密を言うのよ。よし、トークマシンを使おう。はい。地球、ウルトライさえあれば。隊長、イラゴ岬です。よし、着陸。はい。どうした？間違いなくダンの車です。うん、この先に灯台があります。よし、行ってみよう。はあ。ちょっと待って。見えないバリアに包まれている。引き上げろ。トークマシン準備完了。よし、スイッチを入れろ。はい。ウルトラビームの秘密を言え。早く言うのよダン。MCSHGWFB1。 よし、よく言った。
これでウルトラビームもできる。さあ、我らのセブンも完成するぞ。この灯台の地下には敵の基地がある。おそらくダンモン。どうやって潜入します？まともに行ってはダンの二の舞になる。ウルトラビーム取り付けは準備完了です。よし、作業開始。はい、開始。ダン、見なさい、あなたの兄弟が誕生するのよ。テスト。よし、セブンを地上へ出す。ウルトラ警備隊もセブンが相手なら不足はなかろう。よし、動け急い。はい、はは。警備隊の最後の相手がセブンと、皮肉な巡り合わせだな。これでウルトラセブンは地球人の敵になった。これでこの工場の役目は終わった。次元装置をセットしろ。はい。ここがお前の墓場だ。さようなら、ダン。
これで我らがセブンの天下だ。来たな、トンボめ。アギラ、頼むぞ。行け。怪獣だ。確かにダンは死んだはずだ。おい、見に行ってみよう。はい。出すぞ。でもご心配ありません。いくら本物でも我らがセブンの敵ではありません。どっちが勝ったんだ。我らのセブンが
負けるわけありません。セブンは敗れたのか。もう世界は我々のもの。地球人たちは我らのセブンに征服されるでしょう。無事だったか。おい、これ。